皆さんこんにちは、黒田裕樹です。第78回黒田裕樹の歴史講座、明智光秀運命だった本能寺の変。これは令和2年5月31日に実際の講演を行ったものを令和4年3月に再録したものでございます。まず1つ目の単元、最大のミステリー本能寺の変から始めております。まず有名なことがありますんですけれども、敵は本能寺にありね。皆さんこの言葉を知っている人は歴史ファンに限らず非常に多いのではないでしょうか。天正10年1582年に起きた本能寺の変、この大事件によって我が国の歴史は間違いなく激変しました。でその主役の一人はもちろん討たれた織田信長ですが、信長を討った明智光秀も本能寺の変によって我が国の歴史に永遠にその名を残しており、令和2年2020年には NHK 大河ドラマ「麒麟が来る」で主人公となりましたよね。ところがです、これだけの大事件にもかかわらず本能寺の変において光秀がなぜ信長を討とうとしたのかという動機が現代に至るまで解明されておらず、日本史いや世界の歴史全体からしても最大のミステリーの一つとされています。まあ、ここに書いてあるんですね。で本能寺の変を起こした光秀ですが、実は彼の織田家における貢献度というものは非常に高く、信長も大きな期待をかけるとともに彼を厚遇していたんですよね。それなのになぜ光秀は信長を打ち果たさなければならなかったのでしょうか。また光秀が信長を討って天下取りに事実上名乗りを上げたにもかかわらず、わずか10日余りのうちに羽柴秀吉、後の豊臣秀吉率いる軍勢に大敗し、逃げる途中で落ち武者狩りの竹槍に致命傷を負わされて自害したとされています。まあ、いわゆる光秀の三日殿下と伝えられていますが、勝負は時の運とはいえ、なぜこれほどまでにあっけなく倒されてしまったんでしょうか。まあ、今回の講座では本能寺の変前後の光秀の行動をたどりながら信長を倒すまでに至った経緯やその後の展開というのを探ってみたいと思います。さて光秀が信長を討った理由として昔から挙げられている説の一つに怨恨説、つまり光秀が信長に深い恨みを持っていたというのがあります。小説や映画、テレビドラマなどで昔から様々に描かれておりますが、実はこれらは江戸時代以降の講談などをもとに作られたものであり、信用できるものじゃないんですよね。また光秀が本能寺の変の直前に信長から毛利家征伐のための出陣を命じられた際に領国である丹波を没収されたという説もあります。で新たな領地は毛利家を倒して自力で奪えという信長の激励であったとされていますが、いやいやこれも変な話ですよ。光秀は信長の家臣でありながらもこの頃はすでに国持ち大名でもありました。でね皆さん、いくら主君とはいえこれから攻めようとする光秀に対して何の落ち度もないのにいきなり領国を没収するということが果たして可能でしょうか。ましてですよ、領国を没収、すなわち路頭に迷わすという厳しい条件の下で戦わせようというめちゃくちゃな作戦をあの信長が採用するとは考えられませんよね。じゃあそれではなぜこのような怨恨説がまことしやかにささやかれ続けてきたのでしょうか。私たちはね、動機の見つからない不可解な事件が起こった際に真っ先に何か恨みがあったのかと考えがちですよね。そしてその動機がどうしてもわからない時には加害者が被害者に抱いたであろう恨みといったものを勝手に想像していませんか。詳しくは講じしてますが、信長と光秀との主従関係を冷静に見れば光秀が信長に弓を引くなんて考えられないんですよ。にもかかわらずその考えられないことが実際に起こってしまいましたよね。だとすれば信長が今まで受けた恩をあざで返すほどの恥辱を光秀に与えたと考えがちじゃないですかね。すなわち皆さん、事件後に加害者の気持ちになって逆算した上で恨みがあったからこんな事件が起こったんだと自己満足して終わりとしてしまうことがよくあるんですよ。で光秀の怨恨説もこうした逆算の論理によって後世に考えられたものが大半であると推定されます。しかし光秀に諸説のような怨恨がなかったとしても、光秀が信長に対してこのままではついていけないと考えてもおかしくない流れがあったことは私にも想像できるんです。ではここの流れをたどるためにもまずは彼の半生を振り返ってみたいと思います。